デコパも大変だよね。元気元気デコパ、おーありがとう。いいうなずきです。僕の嫁よりうなずいてくれます。そろそろ結婚したいんだけどな。誰かいない？疲れるね。もう帰りたいよ。昨日の合コン最悪だったね。みんな最悪ですよ。もう幹事誰？私です。次はよろしくね。誰か白い馬車に乗った素敵な王女様現れないかな。どう思う？だよね。ほらうなずいてるじゃん。え、うなずいてる？うなずいてる。本当に？ほらほら、彼氏できたんだよね。なんで俺この会社にしたんだろう。まあもうちょっと頑張ってみるか。最近太ってサイズが7号から9号になっちゃったの。どうしよう、ペコッパ。やってられねえよな。お前もそう思う？週末からお休みなんで、ちょっとウキウキしてるけど、そっちはどうだい？俺さ、今すっごい疲れてんだよね。聞いてくれる？お前実は頭いいんだろう。なんか最新理論入ってるんだもんな。部下が言うこと聞いてくんなくってな。何にもなついてくんねえんだよな、うちの部下な。お前はな、こうなついてくれるからな、俺は嬉しいよ。ペコッパか。よし。俺痩せたように見えるかな。俺はペコッパ、空気が読める植物、バイオメタル搭載で。辛くてさ、頼むよ。 OK。 かわいいんだよね。孫にあげようか。話しかけて動くのが不思議だな。こうチク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 してるから、なんかユーモラス。うん、テレビの前に置いといて投げる。動く感じが面白いですよね。あの一人暮らしなので、帰ってきた時に話しかけると反応してくれるのがいいですよね。部屋で一人いる時に、まあちょっと話しかけてうなずいてもらうと。帰ってきた時にただいまって言ってピコってなると癒されますね。